はい、こんにちは、堀です。今回もまた撮影に来てるんですけども、今いるところちょっとね、感じちょっと違うと思うんですけどもね、今日もね奥多摩湖の方へ、入ってきてます。今日はなんかねいつもと違う風景から入ってきてるんですけども、ここ、奥多摩湖にかかる橋なんですけどもね、峰屋橋って確かああいう橋だと思うんですけどもね、赤くて綺麗な橋ですよね、ここ。今日は、いつもと違う感じでちょっとね撮影していこうかなと思います。だいぶもうね葉が落ちて、こういう橋とかね、結構奥多摩湖に橋何個かかかってるんですけどもね、葉が落ちて、すっきり見えるようになったんで、こういうのもねたまにはね映そうかなと思って、今日はね入ってきました。今日はねちょっと明るいんでシャッタースピードだいぶ早く切れるんで、三脚なしでねちょっとね、狙ってみたいと思います。面白い。この、ね、奥多摩湖で、有名な、ドラム缶橋って昔は言ってたんですけども、今ドラム缶ではなくてちゃんと、フロートみたいな、プラスチックでできてるもので、ね、浮いてるみたいなんですけども、ということでね浮き橋っていうことの名前が変わってますね今で、この時期通れないかなと思ったんですけどもね、通れそうなのでちょっとねあの橋、歩いてみようと思います。はい、これが多分麦山浮橋っていうんですかね、昔はこれ、ドラム缶、これですね、これ古い写真なんですけどもね、これドラム缶ですよね。昔はねこれだったんですけど、今こうやってもうプラスチックのポリエチレン、書いてますね、ポリエチレン発泡スチロール製のものに変わってるってことで、はい、じゃあちょっとね渡ってみようと思います。この浮き橋は、もちろんね釣りは禁止なのでね、誰もいないんですけども、ちょっと今風が少し吹いてるんで、結構ねこの橋が、流されてるような感じですけどね。で結構やっぱり浮き橋なのでこうね揺れますよね、結構ね
これ全部がつながってるわけではなくて、やっぱり浮いてるんで、長さ的には3メートルか3メートル4メーターぐらいかな。それで一つのなんかスパンっていうのかな、なってて区切られてるんで、継ぎ目を渡るときなんか結構ねこう揺れますよね。でここ吹き流しあるんですけどね、結構風吹いてますよね、結構流れてますよね。で今下流から上流に向かって、風が結構吹いてます。であそこにもねもう一個、あれもね麦屋橋って言うんじゃなかったかな、ちょっと名前がね違うかもしれないんですけども、あそこにもねちょっと綺麗な橋あるんで後で寄ってみようと思います。よいしょ、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 はい、渡りました。はい、で今ここ渡ってきました。はい、今ねこの浮き橋を渡って、今この上、奥多摩の周遊道路の下なんですけどもね、昔、もう30年近く昔になるかもしれないんですけどもね、私が初めて、このね三頭山登った時に、この浮き橋を渡って、ここからここにねちょっと地図が出てたんですけどね、このぬかさず尾根っていうのを、登って三頭山登った覚えがありますけどね、まだ私が初めて三頭山登った時にはまだあそこの都民の森っていうのが整備してたところか整備 し終わったところぐらいだったと思うんですけどもね、基本的にはね、三頭山登るのはね、結構、三頭山山深いところだったんで、工程が長かったんですけど、今、都民の森ができて、手軽に結構ね登れるようになったんですけど、昔はね結構、工程長い山登りの三頭山だったんですけどもね今ちょっとこれ渡ってて、ちょっと思い出しました。はい、今浮橋から、峰屋橋の方へ戻ってます。今度はね、トンネル歩いてます。あの車は来るんで分かんないんですけどね、今日一応ね看板で、歩行者ありっていうのを表示してくれてるんで、ドライバーもゆっくり走ってくれるんで、つららすごいつるつるつるつらら、はい、そんなにね長くなかったんですけども、やっぱりトンネルは歩道がないトンネルは置かないですよね。はい、また、峰屋橋まで戻ってきました。はい、今、さっきね浮橋のところから見えていたやっぱり麦山橋っていう橋ですね。オレンジ色っていうのかな、肌色っていうのかな、橋ですね。綺麗です、綺麗。ちょっとね近く来るとちょっと色を透けてますけどね、こういう橋があります、ね、あ、向こうにもまた赤い橋ありますね。
今度はですね、宮間橋っていう、新宮通りに入る方の、橋に入ってきました。そこに、見えているのが、水戸橋っていって周遊道路入る方の橋になります。ここの、今私がいるこの宮間橋とこの水戸橋、結構、ね、大きな橋なんで、立派ですよね。今周遊道路の方に上がってきました。ここ月読みの第一駐車場ですね。今ここから、先ほどいた、麦山橋、あそこをね、上から狙おうかなと思って上がってきたんですけども、あの橋、下から撮るより上から撮った方が良さそうだなと思ってね、上がってきたんですけれども、で今何枚かここで、写してみました。やっぱり、ちょっとね、上から遠くから撮った方があの足は良さそうな感じがしますね。何枚かね、ちょっと今撮ってみました。で、今回はちょっといつもと違うような形でね、撮影して回ったんですけども、たまにはこんな撮り方も面白いですよね。いろんなものを撮っていきたいと思います。ではね、今回の撮影はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた、さよなら。